こんにちは、チーム ASE の入夏です。今回は ASE ラリーモニターの外部 GPS 使用時の設定をご説明したいと思います。今回使用する端末、まず、タブレットはですね、 Android 3.1 搭載の、Optimus Pad L06C です。これに今回使うのが、ちょっと見づらいと思いますが、こちら外部 GPS ローガーの、これは何て読むんですか、 Q-STARTS818XT10Hz という機種でございます。この外部 GPS を使いまして ASE ラリーモニターをより、スムーズに表示してみようというものでございます。この外部 GPS、まあ、別にこの機種でだけではないんですけれども、条件としては Bluetooth 接続ができることというのが、最低条件となっております。この端末は、GPS の更新レートが 1Hz から 5Hz の間で1刻み、それと 10Hz、合計6パターンですね、更新レートを選択することが可能ですが、タブレットによとか、スマートフォンによってその更新レートは変える必要があります。この青い点滅はですね、Bluetooth 通信をしている状態でございます。しばらくちょっと置いておきましょう。はい、それでは、本体に戻りまして、まずですね、ASE ラリーモニターを立ち上げる前にいくつか、儀式がございます。まず、端末の設定を開きます。これはAndroid 3.1 なんで、ちょっとアイコンからの設定ですが、スマートフォンなどで Android 2.何がしの場合は、端末のメニュー画面からとなると思います。設定を開いていただいて、項目がまあずらずらずらとありますが、この中で日付と時刻ですね、こちらをタッチしていただくと、そうすると、項目がまあいろいろありますが、おそらくどの端末でも、どの OS でもですね、一番上にこの日付と時刻の自動設定というのがあります。多分そのままの状態ですとこれにチェックが入っていると思いますが、外部 GPS 端末を使って ASE ラリーモニターを使用する場合、こちらに関してはこの日付と時刻の自動設定のチェックを必ず外してください。これはですね、外部 GPS ロガーと、まあ後で出てくるんですけど、Bluetooth GPS プロバイダーというアプリケーションの相性がいろいろあってですね、必ずしも時刻が正確に表示されないという症状が、数多く、報告されておりますので、外部 GPS ロガーを使う場合は時刻はマニュアル設定となります。その最初の段階として、この OS 側の日付と時刻の自動設定を解除していただくということですね。これを必ず行ってください。これを行いましたらですね、あとは戻っていただいて結構です。次に、説明マニュアルにも書いてありますが、この Bluetooth GPSプロバイダーってちょっとこれ表示されてませんが、Bluetooth GPS プロバイダーというアプリケーションが別にあります。これをあらかじめインストールしておいていただき、ASE ラリーモニターを起動する前にこちらを起動するとですね。で、この画面が、Bluetooth GPS プロバイダーの画面、ちょっと見づらいですけれども、スタートとストップボタンという2つがあるだけのアプリケーションです。このスタートボタンをタッチしていただくと、Bluetooth によって先ほどの外部 GPS ローガーとの接続が開始され、接続されますと、この GPS のステータスですね、マークをいろいろ、あります。この辺の説明は省略させていただきますが、まあ、これが表示されれば、Bluetooth によって外部 GPS と、スマートフォン、もしくはタブレットと接続ができたということになります。これができましたら、このまま戻っていただきます。今のアプリケーションによって Bluetooth 接続されていればですね、
ちょっと見づらいかな。この青い電波のあるパラボナアンテナみたいなマーク、GPS のマークですね。ちょっとボケちゃってますが、これが常時表示されています。表示されていないと、Bluetooth 接続が切れている状態ですので、ご注意ください。はい、これで事前設定その1が完了しましたので、いよいよ ASE ラリーモニターを起動いたします。はい、起動いたしますと、もうすでに先ほど言ったように接続されてますので、当然ながら、こう、GPS の ACC 精度ですね、こちらも表示され、トリップメーターも GPS 受信を表す緑になっております。はい、これで、まず接続が完了したことが確認できると。で、このままでもいいんですが、当然先ほど言ったようにですね、外部 GPS ロガーの更新デートというのが、まあ、ご利用の方々によってまちまちになります。その設定をしないとですね、距離が、とんでもない値になったりしますので、そちらの設定をいたします。はい、端末のメニューボタン、こちらの場合はちょっとこのボタンなんですけども、これを設定すると、はい、メニューのセッティングをクリックしまして、はい、メニューの上から、1、2、3、4、5、クロックアジャスト。こちらが、外部 GPS ロガーを使うときは必ずマニュアルアジャストになっていることを確認してください。デフォルトですとオートになっていますので、この右側のチェックを入れていただくと。クロックアジャストの、右側にある、チェックボックスに、チェックを入れていただくと、マニュアルをアジャストになります。この段階でですね、当然まだアジャストマニュアルですからしてませんので、基準時刻と、現在表示されている時刻の差を、このクロックキャリブレーションをタッチしていただいて、ここに数字を入れていただくということになります。例えば、ここに、数字ですね、数字を、例えば、自分の時刻の方が基準時計よりも10秒遅いという時は10と、足す10ということですね。プラスはまあプラス表示しなくて結構ですので、このように10と入れていただくことによって OK ですね。はい、これで、クロックキャブレーションが10と表示されます。これで一応10秒の時計補正が完了したということになりますので、戻っていただくと、まあ時計が10秒進んでいるはずです。これで時計が表示、補正完了ということになります。最初にですね、端末の自動同期をオフにしなさいと、しなさいという強い命令じゃないんですけれども、してくださいと、お願いしたのは実はここでせっかくキャリブレーションを補正してもですね、あそこが、自動になっていますと、そのキャリブレーションがパーになってしまって、また端末側で勝手に補正してしまいます。そうすると、先ほどの10が、意味がなくなってしまって、とんでもない値になっていくことがありますので、必ず外部 GPS を使うときは、最初の設定で端末の自動同期をオフにしていただき、なおかつ、この ASE ラリーモニターのセッティングのクロックキャリブレーションのモードをマニュアルにしていただくということが、お願いしたいことでございます。これが外部 GPS を使う場合の時計に関するセッティングの、手順ということになります。これで説明を終わりいたします。